はい、基礎から学べるバレーボール上達法の阿部です。今回はヤフー知恵袋の質問に答えていきます。で、今回の質問がバレーのルールについてです。すごく初歩的な質問ですみません。バレーの試合を何気なく見ていて気になったのですが、 B チームが打ったスパイクを A チームがブロックし、 B チームのコートに帰ったけれどアウトラインを超えた。このような場合でも A チームの得点になるのでしょうか。またブロックアウトとは何ですか、という質問です。で、この方はバレーの知識がない方ですよね。バレーボールの試合を見てたところですよね。これはまあ簡単なことで、 A チームと B チームがいましたと。 A チーム、 B チーム、で、 B チームがスパイクを打ちますその時に A チームがブロックしました。で、ブロック当たって、で、 B チームのコートに帰ってきたけども、まあ、アウトになったと。っていうことであれば、B の人がスパイク打って A にブロックされてアウトになったんであれば、 A の人が最後触ってコートにアウトになったので B チームの人の得点ですよね。 A チーム、 B チーム、 B チームの人がスパイク打ちました、 A チームの人がブロック当たりました、で、アウトになりました。そしたら B チームの人の得点で間違いないと思います。最後に触ってアウトになった人が最後、まあ、失点というか、まあ、アウトになったので、まあ、A チームの人が最後ミスしたことになるので B チームの得点になります。で、次、またブロックアウトとは何ですかということなので、ブロックアウトっていうのは、まあ、これは難しい技術なんですけども、相手のそのブロッカーの指先とか、まあ、この辺とかを狙ってスパイクを打つことですよね。ブログでも書いてあったり、その動画でもブロックアウトの打ち方のコツとかをまあ、書いてあるので見てもらえればわかるんですけども、スパイカーがその指先だとか、まあ、端っこを狙って打って、そのボールがアウトになったらスパイク打った人のチームの得点になるってことですね。まあ、この技術は難しいんですけども、まあ、ブロックアウトってはそういうことです。はい、じゃあそれでは今回の、まあ、B チームがあったスパイクが A チームがブロックして B チームのコートに帰った場合は、まあ、どっちの得点になるかということで、アウト、またそのブロックアウトとは何ですかということで質問に答えました。本日は最後までご視聴ありがとうございました。